視聴率、取るのに必死、年末番組。これは最終回特番だがな。あれ、こいつ誰だっけ？メタトンだよ。ああ、そうそう、背中のスイッチを押したら変身したんだった。ああ、やられちゃった。回復アイテムも全然買えなかったんだよね。マペットちゃんに搾取されたからね。おい、グラマーバーガーを食べたら大受けしてるぜ。テレビで食べ物を食べてるシーンを見ると食べたくなるものよね。飯テロ大成功ってことか。ドカッと視聴率が上がったから、このバトルは視聴率を上げることが目的なんだね。それならポーズを取れば盛り上がりそうじゃない？いい感じだな。君との距離を感じるな。それじゃあ遠慮なくハートを打たせてもらおう。オラオラオラー。うわぁ、腕が取れちまった。ちょ、このまま攻撃してもいいのかな？どんどん視聴率が上がってるわよ。こいつは番組を盛り上げる悪役に徹してるってわけか。心が痛い。メタトン、あんたの番組にかけた思い、最後まで付き合うわ。どんな形になってもね。こいつは本物のエンターテイナーだぜ。おやおやー。もうこの状態じゃ戦えないでしょ。でもまだバトルが終わりそうにないわ。へぇ。自分がスターだと思ってるの。君が人間たちを守れるの。最後の力を使ってまだ戦うつもりよ。私はエンターテイナーじゃないけど最後までとことんやるしかない。視聴率がついに1万を超えた。見せ、視聴率がすごいことに。番組史上最高記録だ。それではここで、視聴者からのお電話コーナー。ラッキーなファンとメタトンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。それでは早速お迎えしましょう。もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。君の番組、大好きだったよ。寂しいよ、メタトン。視聴者から愛されていたのね。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトンの出ないテレビなんていらない。僕のメタトン色の心は悲しみの色に染まってます。あのひどい歌がこんな素敵な BGM になるなんて。きっと、ぶっ殺される。みんな、ありがとう。とても、嬉しいよ。ねえ、子猫ちゃん。なんでしょう。どうやら、僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。人間には、スターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。ええ、そうかもしれないわね。僕がいないと、地底の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから、地上デビューは延期するよ。ファン思いのやつだぜ。それに、思った以上に君は強いってわかったしね。その調子なら、アズゴアの城も突破できるかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな。メタトン、ありがとう。ははっ、ははは。実際こうなってよかったのさ。実は、この姿だとエネルギーを大量に消費しちゃうんだ。だからもうすぐ、僕のバッテリーは切れる。そしたら、僕は。でも、いいんだ。僕のことは心配しないで。君ならきっと最高のスターになれるさ。視聴者のみんなも、ありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。メタトン。はぁ、やっと鍵が開いた。二人とも、大丈夫。嘘。よかった。バッテリーが切れてただけみたい。メタトン、あなたがいなくなったら私。まあ、別にどうってことないけどね。だってロボットだからもし壊れたっていつでも、別のを作れるし。アルフィー。本当は悲しいんだろうよ。今回のこともそうだけど、回りくどいことしなければいいのに。待って。ダメ、もうこれ以上は無理。私、嘘ついた。え？人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。人間一人の魂と、モンスター一人の魂がないと、ダメなの。どうすんのよ。だからあなたがお家に帰るには、あの人、魂を奪わないといけない。アズゴア王を殺さないといけないの。そんなの嫌だよ。王様、人間に虐げられて辛い思いしたのにそんな残酷なことできないわ。王様になんとかならないか話してみるしかないよ。そうだな、直接話し合ってみる必要があるぜ。あら、この内装、なんか見覚えがあるような。トリエルに招待された家に似てるね。なんだか色のない寂しい家だけどな。ここでバトルなの。昔々、遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。バトルじゃないの？何やら昔の話を語り始めてたな。その声を聞きつけたのは、王様の息子、アズリエルでした。アズリエル。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。
やがて、アズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と女王様は人間を我が子のように可愛がりました。地底の世界は希望に包まれました。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。人間は最後に一つだけ、願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。そして、その翌日、人間は息を引き取りました。そんな、せっかく幸せに暮らしていたのに。さぞ辛かっただろうな。悲しみに暮れたアズリエルは、人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ存在へと姿を変えました。人間の魂の力でバリアを抜けたアズリエルは、亡骸を抱え、夕日を浴びながら進んで行きました。人間たちの暮らす村を目指して。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには、金色の花畑がありました。アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。その時突然、甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズリエルを村人たちが見つけ、彼が人間の子供を殺したと勘違いしたのです。何も知らない人からしたら、そう見えたのかも。村人たちは捨て身でアズリエルに襲いかかりました。アズリエルの体は何度も何度も、人間の攻撃に打たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。それでも、アズリエルは反撃しませんでした。人間の亡骸をしっかりと抱いて、微笑みながらその場を立ち去ったのです。怪我を負ったアズリエルはなんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなり、ばったりと倒れ込んでしまいました。アズリエルの体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。そんな、王国の民は悲しみに暮れました。王様と女王様は一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターから全てを奪いました。王様は、決心しました。国民の苦しみを終わらせると、ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしてはおかないと、七つの魂が手に入れば、バリアを壊すことができる。もうすぐ。アズゴア王が、私たちを解放してくれる。王様の憎しみと悲しみがよくわかったぜ。そんな悲しい過去があったなんてね。すごい心が締め付けられそうだわ。偶然ここに落ちちまったけど、帰るのが正解なのかわからなくなってきたぜ。あれ、この影は。ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前は王と相まみえる。王とお前が、この世界の運命を決する。だが、その前に、まずは、審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた EXP、それらを元に判定が下される。判定だと。EXP というのは、何のことかわかるか。正式には、エクセキューターポイント。経験値じゃないの。他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと、EXP が溜まる。